コスウェルミライティライトとリッチビット ES1 プロ、はい、今話題の特例特定小型原付ということでですね、いわゆる電動キックボード、歩道も走れる、ヘルメットいらない、免許もいらない、免停になった時の移動手段になんてね、今話題になってますけれども、こちらのね、新しい新モビリティ、ね、早速試乗して、購入して乗った感想等をね、動画に、取り急ぎ収めましたので見ていただければと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、特定小型原付、TKG ですね、はい、特定小型原付のご紹介ですね。私買ったので、今話題のやつもうね、速攻で買ってしまったのでですね、まあそれを買うに至ってのですね、試乗したところとかですね、まあ商品が届いてちょっとね、家の前で乗ってみたところとかですね、あとはまあ乗ってみて感想とかね、動画に収めてますのでね、ぜひぜひ興味ある方はね、見ていただければと思います。で、まあこれね、撮影終わった後で付け足しでね撮ってるんですけども、特定小型原付、まあいわゆるね、電動キックボードですよね。これに対してね、賛否いろんなね、意見あると思います。まあ社会実証実験中とかですね、ね、まあその制度ができる前に、まあそのね、違法にね、乗る人たちがね、いたりとか、まあその、いろいろね、問題で取り沙汰されたりとかもあってね、結構イメージが悪かったりとかですね、まあ構造上の問題でね、車輪が小さくて危ないとか、まあ免許なしで乗れるのはね、交通ルールわかんない人が乗ったらどうするんだとかですね、まあいろいろね、まあそういうのはね、やめろとかね、そういうのはなくせとかね、いろんな過激な意見もあったんですが、まあね、このね、特定小型原付っていうのが生まれた経緯っていうのがですね、結局ね、僻地の方でですね、高齢者の移動手段としてね、免許を持たない人、もしくは免許を返納した人がですね、日常の足としてね、買い物だったり通院だったりね、社会生活を送っていく上でですね、必要な乗り物ということでですね、自動車以外のもので体の負担がなくね、移動できる乗り物としてですね、求められている需要、あとですね、遠いところにね、通学に行かなきゃいけない、バスも電車もなくてね、自転車行為でね、進学に行く、進学してね、学校に通うっていう中でもですね、行ける範囲の学校が限られるとかですね、本当にね、送り迎え、送迎、ね、される、身内の方の、負担とかがね、すごい、かかるのでね、下宿だったりとかですね、いろいろね、その選択肢が狭まってしまってね、なかなかその田舎から、希望のね、勉強を学べる環境に、対応するのが難しいとかですね、いろんな、バスの廃止だったりとか、登下校のね、安全性、防犯上、いろんな問題とかですね、あったりとかしてですね、まあそういう、まあ、16歳、まあ高校生の子たちが移動できる手段としてですね、求められてる。まああとね、諸外国だとですね、セグウェイとかね、まあ未来の乗り物とかね、いろいろありますが、まあね、法整備の問題でですね、まあそれにね、準ずるものでもね、何か検証していかないことにはね、まあもっと前に進まないので、まあいきなりね、セグウェイを導入するっていうのは難しいんですが、まあね、それに準ずる形で、まあ既存のね、自動車、バイク、原付とかね、以外のカテゴリーというものをですね、検証していかなくてはいけないんじゃないか、そういうものがね、認められるような、方向にね、一つね、糸口があってもいいんじゃないかっていう風なね、ことでですね、まあ産業の発展と、世間とのね、世界との整合性だったりね、まあ未来のことであったり、まあいろんなね、観点からね、まあ社会問題いろいろある中でですね、まあその模索としてね、制度としてできたのが特定小型原付、もしくは、特例特定小型原付ですね、特定小型原付と特例特定小型原付とあって、またこれまた違うんですけども、特例小型原付は、歩道が走れないものですね。特定特例小型原付に関しては、歩道が走れるモデル、ここがね、違うんで、またね、一つややこしくなってるんですが、まあね、そういう制度がね、できましたよということでですね、まあその電動キックボードっていうイメージの中でいくとね、そのカテゴリーに今入って許可されて、まあ今ね、広まってるんで、まあね、いろいろ賛否ね、結構過激なね、いろんな話題を呼ぶんですが、まあ、今ね、ホンダメーカー、
本田さんとかも、三輪のね、電動キックボード開発してね、まだ市販されてないですけど、抽選販売かな、なんかニュースでね、載ってましてね、まあ画像が出せるようだったら出そうと思うんですけど、こういう風な、こういう、あれば出しておきます。あと鈴木さんとかだと、鈴木セニアカーってね、こうおじいちゃんおばあちゃんがこうバッテリーの上に椅子がついてて、あのブーンってね、こう電動カートですね、あのアメリカとかでよくあるね、ああいうね、あの歩行者と同じ扱いで免許なしでね、歩道が走れてっていう、あの電動車椅子じゃないけど高齢者のね、あの外出支援用のバッテリーカー、セニアカーって、鈴木はセニアカーって言うんですけど、久保田はね、ラクータっていうのがあるんですけど、久保田が3輪で鈴木が4輪だったかな、そういうねの、まあバギー、まあアメリカだとバギーっていうかな、やつね、まあバギーっていう、そのなんかオフロードの、あの 4駆のね、あのスポーツのあれじゃなくて、まああのいわゆるカート、電動カートだったり、まあ福祉車両みたいな、なんて言えばいいんかな、見たことある人いるかな、うーん、難しいけど、まあああいうね、なんかこう椅子がついてる乗り物ですよね、ああいうのが、ベースとなって、あれに対して、まあ、特例特定小型原付の枠組みに収まるように、改良したものっていうのをね、作ってね、まあ、全長とか幅とかね、速度制限とかいろいろ決まってるんですよね、モーター出力とかね。それを合致させるように、まあ、新たなのにね、今まではそういうのがなかったんだけど、電動車椅子っていうカテゴリーしかなかったんだけど、そういうね、特例特定小型原付っていうカテゴリーができたんで、もうちょっとね、視野を広げてね、まあ、その、広くね、活用できるように、まあ、なんていうかな、ちょっとアウトドアチックなね、なんかおしゃれなデザインになってたりとか、荷台がついてたりとか、まあ、そのデリバリー需要とかも見据えてるのかなと、レジャー需要とかも見据えてるのかなっていうぐらい、結構ね、その高齢者だけのものじゃなくて、まあちょっとね、あの車未満の電動、まあ電動キックボード以上の、まあなんていうか、四輪の、まあ乗り物ですよね。まああの歩道が走れる乗り物。まあそういうのをね、開発されてるので、まあ特定小型原付、特例特定小型原付イコール電動キックボードではないですよっていうのをちょっとね、一つ、押さえていただいて、まあ自転車タイプとかですね、いろいろあるんですけど、まあ今後ね、四輪タイプだったり三輪タイプだったりいろいろ出てくる中で、今はね、とりあえず、持ち運びできる移動手段だったり、まあね、開発コストが安くて、まあ普及できるジャンルって考えたら、今ね、都会とかでですね、ラストワンマイル需要とか言ってですね、まあ駅とか、ね、バス停からさらにちょっと踏み込んだね、後の移動距離。歩くにはしんどいけど、ね、自転車をね、買うわけにはいかないし、ね、じゃあその距離毎回タクシー呼ぶんかって言われたらね、タクシーもね、今、運転手不足でなかなかね、難しかったりとかもあるので、そのラストワンマイル需要っていうので、まあこれ日本だけじゃなくて世界ね、いろいろ言われてるんですけど、そのね、あとちょっとの距離をね、利用するのに、ね、使える乗り物としてですね、求められてるというふうなものでですね、活用されるっていうので、まあ電動キックボードっていうのが、まあ、そこに合致するんじゃないかっていうので、まずは電動キックボードっていうのが広まりつつあるんですが、まあね、この特定小型原付、特例特定小型原付っていうのは、まあ、電動キックボードに限ったものじゃないですよっていうところだけね、押さえていただいて、ね、若者がね、都会でね、すり抜けして危ないじゃないかとかですね、音のない乗り物でね、免許も交通ルールもわかんない人が歩道走ったら危ないじゃないかとかね、ヘルメットないなんて危ないじゃないかっていうんですけど、まあ、それはね、他の各チャンネルでもね、言われてますけどもね、自転車の方が危ないだろうって話で、自転車の方が事故多い、自転車の方が速度速いし、特定小型原付、特定小型原付がなぜ歩道は6キロ制限で、歩道じゃなくて車道は20キロ制限になったかっていうと、自転車の一般的な速度に準じますよ、だからヘルメットなしで、歩道も走れて、免許なしでも乗れますよ、だから自転車に合致する状態で、唯一違うのは、自分で漕ぐかモーターが駆動するかっていう違い、まあだから大まかに言うと、まあ自転車と同じか、法解釈じゃないけど、自転車と同じような定義でね、考えれるような範囲に当てはめたかったんで、そういう風な制限を設けたらしいですけど、自転車のね、方が速いのでね、30キロ40キロ自転車出ますし、
ね、歩道だってね、ね、歩道だって車道だって同じ速度でね、走る自転車だっていっぱいいますから、そう考えるとですね、特定小型原付の方がね、危ないじゃないかっていうのは、まあちょっとね、まあ言い方がちょっと乱暴なのかなっていう、ね、自転車の方が危ないじゃないかっていう、まあ、実例が多々あるので、自転車暴走族ってのもいるぐらいですからね。まあ特例特定小型原付に関してはね、30キロとか40キロで走ることできませんから、まあ車道モードで歩道に入ることはできるんですけど、まあね、点滅ランプとかね、歩道モードの時は点滅ランプ、緑の点滅ランプ。で、車道モードの時は、緑の点灯モード。っていう風な感じでですね、今どっちモードですよっていうのが分かるようになってるので、まあね、あからさまにね、なんていうかな、まあ、むちゃくちゃできるかって言われたらですね、まあ、一応で、ね、安全性はね、担保されてる。まあ、完全にね、危険がない乗り物なんてないので、まあ、新たな可能性をね、模索して、新たなジャンルに切り込んでいってね、まあ、いろんな社会問題を解決するための糸口になればっていうことであればですね、まあ、リスクはつきものなんですけど、まあ、そのリスクもね、できる範囲、でね、リスクも縮めつつ、でもね、規制になってしまうと、やっぱりね、ドローンと同じでね、結局ね、その新たな参入障壁になってしまう、せっかくね、いいものを作ろうと思ってもハードルが高くなってしまうっていうのでですね、まあそういうふうなことを、極力なくすような感じでですね、まあシンプルかつ安全性も担保しつつ、可能性も邪魔しないっていうところをですね、いろいろ吟味された結果だと思うので、まあ本当にね、乗り方次第だと思います。本当に使い手の問題でね、自転車だってね、なくせって言われたらね、なくすこともできるかもしれないけど、なくしたらね、みんな困りますよね。で、車だってね、危ないじゃないかってね、いろいろ先進安全装備とかついてね、免許とかあってね、で、取り締まりとかもされてますし、交通安全教育だったりね、モラルの向上活動いろいろされてますけど、でもね、事故は起きてしまうんですよね。なので、まあ、本当にそこら辺は使う人間側の問題だったりするのでですね、100% 安全を担保するのは無理なので、本当ね、飛行機だったら安全なのか、電車だったら安全なのかって言ったって、ね、それだって事故が起きるわけですから、ね、やっぱ自分で運転する乗り物ない以上はですね、いろんな法整備だったり、いろんなね、システムだったり、ハード面でね、いろんな規制を入れて、いろいろね、考慮したとしてもですね、使いにくくなる、どんどん使いにくくなっていく方が大きくてですね、安全性を担保 100% できるのはね、なかなか難しいというふうになっていくのでね、そこら辺はね、やっぱりね、まあ、傍から見てね、その利用者じゃなければ邪魔だなって思うと思うんですよ。何でもそうだと思うんですよ。例えばね、バイク乗らない人はね、バイク邪魔だなって思うわけですよ。ジェットスキー乗らない人はね、ジェットスキー邪魔だなって思うんですよ。でね、やっぱ釣りやらない人はね、釣り人邪魔だなって思うし、ね、キノコ取りとかね、山菜取りやらない人はね、あんな人の土地に入ってね、泥棒だとかね、思うわけですよ。やっぱりね、やるやらない、いろんな観点あるので、まあやっぱりね、迷惑かけないことは前提なんですが、まあ迷惑かかってしまう部分もね、あるかもしれないし、見方の観点で言えばね、100-0で考えればね、何もできなくなってしまうので、やっぱりね、そこら辺はね、配慮も必要だと思うし、理解も必要だと思うし、まあね、本当にね、ね、タバコだってね、吸わない人はね、タバコ邪魔だっていうわけですから、逆にね、電車乗らない人はね、踏切が開くのが遅くて邪魔だって言うし、本当にね、いろいろね、本当にね、トラックね、乗らない人はね、トラック邪魔だって言うわけですから、何でもそうだと思うんですよね。やっぱ自分が興味ないこと、自分がやってないこと、自分に対してね、影響がないことに関してはね、邪魔だって思うし、自分が楽しんでることだったり、自分が大切にしてることは、何も疑問を抱かないんですよ。だから広く視野を持って、いろんな観点から物事を考えることって非常に大事で、やっぱりね、そういうふうなことをね、何事もね、やっていかなきゃいけない中でですね、やっぱりメディアとか、マスコミっていうのは数字を取らなきゃいけないので、やっぱりね、少ない、声を大きく取り上げたりとかですね、やっぱり、そういうね、騒いでくれるのが非常に話題になるので、まあ、みんながみんな言ってるわけじゃないんだけど、こういう懸念が出てますとかね、こういう声が出てますっていうふうにね、やっぱりやるんだよね。まあ、それは、いろんな乗り物、ね、ある中でね、
どんな乗り物でもそうだし、うん、それこそね、スケートボードが危ないとかね、ローラースケートが危ないとかね、流行った時はね、それ言われたんですよね。本当にね、いろいろありましたね。50cc の ATV とかね、あとミニカー登録の、マリオカートとかね、ああいうのもね、危ない危ないとかね、言われたりしたわけですよ。まあ自分たち乗らないからね、ああいうのね、邪魔だから、事故のリスクあるしね、目障りだしね、ね、他の人が楽しそうにしてるのがね、羨ましいからね、ちょっと嫌だなとかね、それなんでね、いろいろ、なんか、テレビ局が喜ぶコメントしてあげたら、テレビに映れるんじゃないかなとかってね、過激なコメントする人がいたわけですけれども、やっぱりね、あれもね、観光産業だったりですね、まあ、いろんな観点でね、まあ、観光地でのね、手軽な乗り物としてですね、沖縄とかでも流行ってますし、まあまあ、使えて次第なのかなっていうところもね、今回のこともね、同じようにご理解いただいて、まあ賛否いろいろな意見ありますが、あまり過激にならずにですね、まあ過激な意見もね、一部ですよと、大きく取り上げてるのはね、マスコミだメディアだってあるんですけど、でも実際の当事者が一番大事ですから、乗ってみてどれだけ便利なのか、乗ってみてどれだけ楽しいのか、どれだけね、可能性があってね、今後どれだけマーケットがあってね、どれだけいろんな人たちのね、悩みだったり、生活様式だったりね、切り込んでいける可能性を秘めてるのかっていうところが大事だと思うので、それこそね、車の免許取れない障害者の方たちだったりね、免許返納して困ってる人たちだったり、こんなはずじゃなかったって言ってね、返納してから困る人もいっぱいいるんですよね。だから、本当にね、電動自転車でね、ずっとね、何年もね、山越えてる人たちだっていっぱいいるので、ちょっとね、そういうところをね、ご理解いただいた上でですね、今回の商品のを見ていただければなと思います。で、今回僕が紹介しているのが、コスウェルミライ T っていう車種になります。で、僕がね、その紹介している、コナンバンキンさんの方でね、僕買わせていただいたんですが、コナンバンキンさんの方はね、コスウェルミライ T っていう僕が買ったモデル、17万いくらかなのモデルと、あとね、安い方のモデルね、リッチビットかな、リッチビットっていうね、これも今ね、すごい人気のモデルで、それはね、ほんとコンパクトで軽くて、フロント駆動、前輪駆動なんでね、本当にその、普通のキックボードプラスアルファみたいな感じで、まあ、簡易的な、手軽なね、ものになってますので、僕の方はどっちかっていうと、クラス最上級モデルの、がっちりした安定性と耐久性と安心感のある、めちゃめちゃでかいモデル、航続距離も長くて、パワーもあって、しっかりと作られてるモデル。その代わりめちゃくちゃ重い。持ち運びはちょっとね、ちょっと、持ち上げたりとか、まあ、畳めるんだけど、ちょっと現実的じゃないよねっていうのが僕が買ったモデルで、どっちかというともっとコンパクトなね、手軽な、普通のキックボード、普通の電動じゃないキックボードプラスアルファみたいな感じで、おもちゃみたいなキックボードで、なおかつ、まあ、それに信頼性、耐久性が加わればっていう人たち向けの安いやつ、6万いくらかな、7万しないぐらいの、モデルと2つ取り扱われてて、まあ、乗り比べもできますし、まあ、その商品の比較って結構あると思うんですよね。値段が全然違うし、じゃあ安い方がいいのか高い方がいいのか、自分はどっちだろうってなった時に、うん、いや絶対自分だと軽い方がいい、持ち運びしたいんだって思ってても、あ、でもこれだとちょっと、うん、安心感がどうかなとか、ちょっと長い距離乗るときにやっぱ椅子があった方がいいなとか気づくとこもあると思うし、自分はやっぱこのね、でかい方、コスウェルの方がいいんだって思ってても、いや実際これは車に積むのが、ルーフキャリアに積もうと思ってるんだけど、ルーフキャリア無理だなとかね。ヒッチキャリアとかだったら乗せれるかもしれないですけど、ルーフキャリアに乗せるのは結構大変かもしれないんで、あ、リアラダーが欲しいなとか、手伝ってくれる人がもう一人いれば乗れるんだけど、一人で乗せなきゃいけないこと考えたら、ルーフキャリアは無理だな、ヒッチキャリアつけなきゃいけないなとか、まあ、あとはね、車に乗る、ね、そのタクシーのトランクにね、乗せようと思ったらね、こうプロパンガスのボンベがついてるね、タクシーとかだと、あ、これ、大きい方のキックボードだと、ね、トランク閉まんないかもな、とかね、いろいろ問題がね、見えてくると思うので、まあ、あと乗ってみてね、キックスタート方式ってね、足で漕いでスタートするのか、アクセルボタンで、バイクのようにブーでスタートするのかっていう違いもあるし、
まあいろいろねその違いを体験できるので、僕もねあの試乗で、ね、両方しました。家に持ってきていただいたのはコスウェルミライティ、あとねお店の方でもねそのリッチビットの方を載せていただきました。でいろんなチャンネルさんの方でですね、リッチビットのね動画もいっぱいありますし、コスウェルの動画もいっぱいありますし、他のねメーカーさんの、動画もいっぱいあります。まあ僕が今回選んだのはやっぱりね全国に代理店がある、これが一番大事だと思ってて、まあタイヤだったりブレーキパッドとかね、困ってしまうと思うんですよ。ネットでね、リッチビットもコスウェルも正直ね、アマゾンだったり楽天だったりで買えるし、ネットでね、他の業者が取り扱ってる、プラットフォームでの販売もあるんで、まあいろんな業者さんが取り扱ってるんですけど、僕がね、なぜ、店舗で買ったかっていうと、やっぱりね、アフターパーツ、パンクした時どうする、ブレーキパッドをね、減っちゃったらどうする、不具合出た時どうするっていう時にね、やっぱりまあその全国ね田舎でもね一つの町にね一軒以上ちゃんと代理店があるっていうのがね大きいなと思ってね、僕はそれを選びました。まあ僕ね伊賀市なんで伊賀市にももちろん代理店ありますし、で僕が今回買わせていたコナンバンキンさん、隣町のね、コナン市ミラクジ町のちょっと上の方なんですけど、その隣の石部町にもあるし、まあその中でコナンバンキーさんをね今回選んだのは、まあ非常にそのコナンバンキーさん自体がそのコスウェルをねすごく楽しんで、日常的にすごくいいすごくいいってね楽しんで乗られてるっていうのが、まあ売るだけじゃなくてね、そのいいものを知っててね気に入られてて販売されてるっていうのがね非常に気に入ったのと、まあ、あと人柄もあるし、まああとはねよその店がね、例えば扱ってる代理店さんっていろいろあって、その電動キックボード特定小型原付のお店が扱ってるっていうのってないんですよ。そういう店ってねまだ存在しないですから、基本的にはバイク屋さんが扱ってます、車屋さんが扱ってます、カスタムカーショップが扱ってます、修理屋さんが扱ってます、新聞屋さんが扱ってますみたいな感じが多いですね。あとはまあアウトドアショップとかかな、扱ってるとしたらね、まあいろいろそのねその扱ってる会社が多岐にわたるんですけど、まあうちはね板金修理じゃないとローンが払できないんですよとか、うちは県外のナンバー登録ちょっとやってないんですよとかいろいろあったりして、でまあコナン板金さんがね一応ね何でもできる、もうペイペイからねカードバレーから何でもできるよって言ってくださってね、日曜日もね、本当は営業時間やってないんだけど午前中はいるしとかね、まあ電話で相談していただければねできる範囲で、相談乗りますよとかね、あとね、まあ、三雲のドライブインとかね、港南パーキングとかね、トラックの運転手さん向けにね、やっぱりね、持っていける範囲でね、都合が合えば、試乗車ね、持っていくこともできますんでってね、言っていただいたんでね、まあ、その何かあった時にすぐ行けるところっていうのは非常に大事だと思うので、コナンバンキンさんもね、竜王インターに抜けていくところの、山種倉庫とかさ、倉庫と団地あるじゃないですか。だから、トラックとかね普通にいっぱい止まってるさ、わかるかな、山種倉庫とか行ったことある人もわかると思うんだけど、あそこら辺ね全然トラック止めれるんですよね。だからまあ運転手の方がね、今回のね商品を買ったりしてね、今後いろいろね長く使っていくってなった時に、まあ街中にあってさ、なかなかその電車じゃないとタクシーじゃないといけないよっていうところでやっぱり買ってしまうよりは、まあ通りがかりでね寄れるようなところにお店があるようなところの方がいいんじゃないかなと思ってね、あとはまあねその車屋さんがやってるんで、まあ安心感あるなっていうところとですね、まあ実際にその、乗ってまあ大津の方に乗ってってね、まあ、半日ぐらい乗ったりとかね、結構非常にアクティブにね乗って楽しんでられるので、まあ良さも悪さも耐久性も自らが体験して、それをね商品として自信を持って提供されてるというところがですね、いいかなと思って、まあ売ってるだけでまあね代理店やりませんかって言われたから扱ってるんだけど、まああんまよく分かんないんだよねっていうところで買うよりね全然いいかなと思ってね、買わせていただきました。はい。でまあ組み立てもしていただけたし、でオプションも全部つけていただけたし、本当にね
めちゃくちゃ良かったです。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、実際のものをね、見ていただきましょうっていうことでですね、じゃあ動画の方を見ていただければと思いますが、まあ、ちょっとね、うまく撮れてなかったりする。ちょっと縦画面、横画面だったり、まあ、結構撮れてたつもりが撮れてなかったりとかね、あと、内カメラ、外カメラ、ちょっと画質悪かったりとかね、あと反省点いろいろあるんですが、まあ、ちょっとね、取り急ぎ、まあ、今話題なんでね、もういいやってことでね、アップしちゃおうかなっていうことで、まあ、見にくいところあるね、多々あるかもしれませんがですね、まあ、それなりに見ていただければと思いますんでね、VTR の方をどうぞ。おう。はい、今撮ってます。ああ、撮ってます。こういう感じから、はい。はい、撮りました。ここのチョロが、はいはい、ちょうどこの中に、ええ。入ったら、ええ、これがもし漏れてる場合はね、ちょっと ええ、あ、これ今入ってしまってるんで、これが当たるとできないんですけど、はい、このままもうただこれをグッと押してもらうと。あ、簡単。よくあるやつはなんかこう、マウンテンバイクのサドルみたいにね、ぐるぐる回してやるやつかなと思ったら。で、ここも、ええ、あ、椅子の方ね。これほんまはね、ええ、もう、椅子いらんかったら、これ取れるんですよ。はいはいはい。まあでもこれあっても別に乗れるんですけど、ほんでこれ椅子つける場合は、ええ、これもこうやって。あ、簡単。で、あと椅子を。ええ。後ろのサスも面白い付き方してるんですね、こんな。そうですね、こっちはね、ええ、やっぱり値段高いだけあって、ロゴキュッパの方と違って、ショックの、なんていうんですか、段差が全然、こっちの方があれですね。ああ、しっかりしてるわ。ええ。こっちの方は鍵付きなんですよ。あっちはもうボタンだけなんですよ。はい、なるほど、なるほど。で、これをただ刺して、で、これを電源入れてもらう。オプションのスマホホルダー付き合うんでも、この100均のやつでこうやってやったらいいんですね。ああ、そうそうそう。お金高いんでね。ああ。ほんで、この今、緑色が、はいはい、歩道モード。歩道モードで6キロしか出ないっていう。はいはいはい。で、こうやると。あ、スタンドも付いてるんですね。あ、そうなんですよ。サイドスタンド、めっちゃええな。で、これはもう、最初からもう普通に走るようなんで。ああ、蹴らんでええんすね。あ、そうそうそう。へえー。で、まあ、しばらくずっと6キロで何秒かずっとここのアクセルを停止してると、はいはいはい、オートクルーズモードになってもう離して片手でも別に。次はもうブレーキかけるまでそのまま速度なんですね。便利。で、もう一回この M を押してもらうと、この前の緑が。あ、はいはい、シャドウモード、ね。こうなるともう、普通の20キロモードに変わるっていう感じですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。めちゃめちゃいいですね。これね、これね、ええ、こっち向けにするより、うんうん、これちょっと坂なんですけど、ええ、平面やと、タイヤこっち向けに止めてる方がなんか倒れにくいんですよ。ああ、なるほど。なんか、その、作り上なんか。なるほどね。で、指示器は一応、ふんふんふん。後ろもこういう風になってます。はい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 。なるほど。昼間でも見えるっすね。そうですね。夜も結構昼間全然見えないモデル多いじゃないですか。夜めっちゃ明るいですね。ああ、いいっすね、こんだけ目立つと。リンリンのベルのやつもあるっすけどね。これやったらちょうど。ね、6キュッパの方はチリンなんですよ。チリンチリン。で、これは、安い方の6キュッパのやつでも、指示器はついてます。ああ。これでも歩道走るときになんか音出えへんかったらなんか気づいてもらえへんですね。あ、そうですね。静かなんでね。あ、ここミラーつくんですね、一応。でもミラーは、つけてもつけんくてもどっちでもいいですね。なるほどね。で、ノーヘルで OK っていう。っていう感じです。ループはね、結局ミラーついてたけどね、自分の腕しか映らないからね。しかもミラーなんかちょっと見にくくないですよね。そうなんですよ。多分ガラスじゃなくて、多分なんかアクリルなんかね。なんかね、なんか後ろ見てても、ほとんどなんか手しか見えない。そう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 。そうっすよね。そんな感じです。なるほどね。あ、しっかりしてるわ。これやっぱりこっちは、どっしりしてる分、はい、走っててもやっぱりハンドルのぐらつきが少ないというか、安い方は、結構気軽に乗れるんですけど、はいはいはい。どうしても軽いのと、ここがね、多分軽いんで、はい、やっぱりちょっと軽くわざと抵抗やると、やっぱりぐらつきがあるから、ほんまに2キロぐらい先とか、ほんまにちょっとコンビニ行くんやったら、あっちは使い勝手はいいですね。ただ坂道が急すぎると止まってしまうというだけで、はいはいはい、
あの椅子がないんで、結局なんていうんですか、あの疲れた時にやっぱり座れる方が、うん、でこれ椅子つけてても、ケツが痛くなったら次ね別に立っても別にでき、あ、そうですよね、どっちでもいいですよね。疲れたら座るっていうのが両方できるっていうのが、はい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 、っていう感じですかね。なんなら工夫してリュックとかちょっとちっちゃなくくりつけたりとかにもいけそうですもんね。絶対あった方がいいですね。でこっちはこれがついてあるんですよ。あ、フックね、いいですね。そのロックキュッパーのはこれないんですよ。どうしてもね、やっぱ手荷物がちょっとできますもんね。ここにかけるしかないっていうか。もうループの時やっぱこう片手で持ったらいいかな思ったら、片手じゃとてもじゃないけどバランス取れへんすもんね。ああ、そうなんぞ。原付きみたいにここにちょっと引っ掛けるってもすごいバランス悪かったから、これちょっとあるだけで全然いいですよね。そう、ほんでループも便利なんですよ。あれなんか、あの、例えばどっかご飯食ってる時に置いてたら時間でずっと計算していけるじゃないですか。そうですよね。10分いくらだったから。ああ、そうそうそう。そう考えたらこっちの方がいいんちゃうかな。なんならなんかループよりしっかりしてる感じするっすね。ああ、そうっすね。僕あのループのやつが市販されるのが一番いいかなと思って待ってたんですけど、まあまあ、あっちの方がないんですよ。ああ、でもあれでも僕普通に甲州街道とか走りましたけど、あ、十分でしたね。赤でも全然乗ってもらっても大丈夫。ああ、ありがとうございます、はい。キャリパーも赤でかっこええな。そうですね。昔ね、ヤフーオークションブームの時にね、はいはいはい、草刈り機のエンジンついてるキックボード遊びで買ったことあるんですよ。あ、そうなんあるんですか。エンジンかさ、エンジンっていうかエンジン、エンジンで。で結局ああいうのって使い捨てやから、まあタイヤがなくなったりブレーキパッドなくなったらもうそれだけっていうのはどうしても、出ないですよね。だからそれがやっぱね、出てくれるのが一番ありがたいし、で自分で直す言うたかってね、お店がそうですね、面倒見てくれるとこじゃないと困るからと思って、あ、まあここでね、あと一個注意事項があって、はい、これもそうなんですけど、やっぱりね、どうしても海外から出てくるんで、あ、そんなんそんなん傷がねやっぱりいけるんと、あ、もう全然もう使ってるうちに傷だらけになるか、まあまあ、そうなんぞ、それだけちょっとご了承いただきたいというか、あ、もうそんな全然気にならんすわ、はい、もう動いて止まってがずっとね、5年6年で使えたらええんでね、まあ、その早速どうぞ。ええ、ありがとうございます。そうなの、乗らせてもらおうかな。はい、あ、これ骨、ね、ちょっと、ええ、あ、スタンド。はいはい。はい、横が縦どっちがいいですか。横がいいです。あ、横でいいですか。ほんでまず歩道も、あ、それエンジンかけ、エンジンっていうか。全然違いますね。ループとどうですか。ループ、僕ループと乗った感じそんな大差感じないですか、ね、あ、それぐらい同じぐらいですかね、こっちの方がもっとパワフルかなと思ったら全然そういうわけでもなさそうです、ね、同じぐらいですかね。同じぐらいですか、ね、まあここ傾斜あるから、あ、まあまあそうですね。坂道スタートのスタートやと多分ね重たいって言ったらあったんですよ、まあ、登ってる途中、あの途中から坂になると、はいはい、結構スピードがこうあるままっていうか、ループやともう蹴らな進まへんじゃないですか最初。ああ、そうか、最初のやつがですね、これあれですね、そのまま行こう思ったらちょっとこの傾斜やと若干厳しいかもしれない。ああ、そうですね、まあ、蹴ったは蹴った方がいいかもしれないですね。一回平地の道とかもし走ってもらっても全然、了解です。どうしようかな。これね、ブレーキってはいもう底付きしちゃうじゃないですか。はいはいはい。こんなんで調整できるんですか。調整できますね。ただね、これね、あんまりやりすぎると、なんか僕も前やってたんですけどね、ブレーキがね、効きすぎるとガーッとこう、なんかロックしておるから、多分わざとね、そういう風になったると思うんですよ。なるほどね。あ、そっかそっか。まあ、ぐっと押した方が、軽くブレーキで効きすぎると、多分後ろが多分ロックしておると思うんですよ。あ、そっかそっか。なるほど。これね、他のモデル、何台か3台今、あの弊社の売ってるんですけど、3台ともやっぱりこれが底付きしてたんで、あとここのなんか調整で多分なんか肩なっていくんですよ。 あんま結露しすぎと危ないですもんね。そうそうなんですよ。なるほどなるほど。特にマイブレーキが効きすぎるとちょっと危ないので、なるほど、多分最初にそれを防ぐのに多分あの一番弱いモードに多分変わってると思いますね。
ぱあれですね、ちょっと最初があれか、最初があれですね。あ、それ今歩道モードになってますね。ああ、シャドウモードに変えるのにメーターゼロなの、ちょっと待たなあかんですね。あ、そうなんです。完全にねブレーキをグッと押し込まんとちょっとでも動いてると、うん、あの、これ見てたら、はい、ああ、はいはい、なるほど。あ、まだナンバーつけてないですね。あ、そうそうなんですよ、うん、ちょっと僕もね、ほんま早めつけつけようかなと思って。あ、そうなんですね、すみません。カゴ結構立派なんですね、カゴもキャリアも。もっとしょぼいのかなと思ったら結構立派やね。本当に軽いのがいいですね、やっぱね。はいはいはい。はいはいはい。なるほどね。あ、ほら、もうまた読まれて、スーッと。まあ本来立って乗るもんだよね。思ってる幅があるからさ、そう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 、にさ普通に両足乗せても全然それなんだよね。すぐ動画撮るから怖いって。それは撮るでしょう、うん、はい、そんなわけでね、ついに届きましたってことで、紹介直していきたいと思います。はい、ですね、注文してからですね、だいたい2週間ぐらいでね、届くなんて言われてたんですけど、全然ね、待つことなく、もう、早かったね、そんな、2週間か、ちょっと気長に待つんかなと思ってたらね、全然すぐ電話かかってきてね、もうすぐ、入りましたんで、言ってね、ご連絡いただきました。はい。どうですか？いいでしょう。コスウィルミライティライト。はい。なんと、伊賀市ナンバー2です。まだ2代目の登録ですね。伊賀市の方もね、代理店さんあるんで、多分そこが1台ね、試乗車に持ってるんで、そこが一番じゃないかなと思います。湖南市はね、確かもう17番ぐらいまでね、行ってるかなんか言われてましたけどね。で、これね、コスウェルミライティライトって言うんですけど、これのね、
原付バージョンもあるみたいですね。これ 500W モーターで、上限がね、20kg、で、歩道モードが 6kg なんですけど、これが普通にね、30kg、40kg出る原付のね、ナンバーがついてる、やつを、まあ、デチューンした、今回のね、特定小型原付の、法規に合わせてね、まあ、パワーを抑えたというふうなね、ものに、なってますけれども、そのね、動画もね、YouTube ね、ヨハの他の人が上げてたんでね、見たら結構良かったですね。そっちは速度が結構出るし、うん。まあ、ただね、原付免許がいるし、歩道は走れないし、ヘルメットは被らないとダメと、いうふうな感じでね、こっちはまあ、特定小型なんで、特例特定小型みたいですね。なんか、言いにくいですけど、特例小型の、特定小型原付の中でもさらにね、特定特例小型原付とかなんか言うみたいで、まあ、このね、歩道走行の6キロモードが付いてるやつが、まあ、特例特定小型って言われるみたいですね。まあ、結構 YouTube、こういうね、新モビリティ界隈ではね、TKG とかね、TTKG なんて、言ったりするみたいですね。特定小型原付略して TKG 卵かけご飯かみたいな感じなんですけども、はい、まあ元々のねベースの、ものに対して、まあこのねメーター周りのこう制御機構がねちょっと違ったりとか、まああとはこのね緑のランプがね、点灯しないといけなくなったね、これがついたりとかね、そういうなんで法規制に合わせたみたいですね。まあベースは一緒なんで、本当にその30キロ40キロ出るのと同じね、足回りブレーキ、耐久性なので、まあ非常にね、結構なんていうかな、この特定小型原付に合わせた耐久性ではなくてね、原付の、耐久性をね持ってるって考えたら結構信頼性もあるんかなっていうふうに思いました。はい。で、まあ、今回付けたオプションとしては、僕は前かご。はい、前かごと後ろのリアキャリアを付けました。あと、キャリングケースね、ゴルフバッグみたいにこの中に入れて、持ち運びできるカバンもね、買いました。下になんかローラースケートの袋が付いててね、カバンも持ち上げなくても、片方ゴロゴロゴロって引きずれるんで、まあまあ、電車に乗せる機会とかあんまないかなと思うんですけどね、まあ万一のこと考えてね、そちらのカバンの方も買わせてもらいました。はい。どうですかね、試乗の時にいろいろお伝えしたかなと思うんですけど、まあ、結構ね、慌ててたんで、改めてって感じですけど、電源の入れ方は鍵をまずひねる。で、電源ボタンを長押し。これで起動しましたね。必ず一回切って、つければ、歩道モードになるんですね。1になると。で、M を1回押すと2になる。で、1、2、3はね、選べなくなってます。はい。この特定小型原付のカテゴリーに当てはまらないね、元々のベースのね、タイプやと3も選べるのかなと思いますけどね。これは2段階になってます、速度がね。1だと上限の速度が6キロ。で、2だと20キロ。っていう風になってます。で、これがバッテリー残量ですね。このバッテリー残量ね、気をつけないといけないのが、毎回ね、だいたい満タンになります。減ってても。で、走り始めたら、てんてんてんってすぐ減っていくっていう感じになるんで、満タンやったら満タンで、ずっと満タンなんですけど、減ってても、電源つけた段階では満タン表示になります。で、しばらくすると、てんてんって減って、本来の表示になるというふうな感じになってますんでね、そこはちょっと注意が必要かなと思いますね。ウィンカー。このグリップが光ります。で、逆も、こっちがウィンカー。で、真ん中で消す。これはブザーですね。で、こちらリアランプ。これがブレーキを握ると、ブレーキランプ明るくつきますね。で、ウインカー。はい、これで歩道走行モードですね。緑のランプが点灯している状態だと、車道モード、歩道モードですよ、上限6キロしか出ない設定になってますよっていうのを示すためのこの緑のね点滅ランプっていうのが義務付けられてます。これが特例特定小型原付の条件になってますね。こんな感じ。
はい、ライトはこっちでね、こう十分明るいライトがついてます。はい、もう早速ね乗ってね結構ねいろいろ楽しんでるんですけれども、やっぱね何がいいかっていうと絶対椅子ですね。まあ、立って乗るのが主なんですけど、信号待ちとかね結構長い踏切待ちとかにさっと座れるのが結構ありがたいですね。うん、で足回りはもう本当に乗り心地申し分ないです。あの歩道の車道と歩道の間のねどんどんっていくちょっと、高さの低い縁石でもね、ガシャンってならないで前のカゴにペットボトルとか入れといてもバコンバコンバコンってならないんで、非常にね快適です。結構いいかなと思います。ただまあちょっと体重の関係でね速度が、ちょっと上りになると落ちやすいんで、空気圧の方もうちょっと高めにしてあげた方がいいのかなとかちょっと思ってますけど、まあかなりね触った感じパンパンなんで、まあ適正よりも上げない方がいいかなと思ってちょっと様子見ですね。はい、まあ適正よりね低いなっていう場合は上げてあげた方がいいと思います。とあとはまあ、他のモデルに対してこのモデルが僕むちゃくちゃいいなって思ったのは、他のモデルはまずね基本的には蹴り出しスタートなんですよ。アクセルをオンにしても進まなくて、アクセルオンにしつつなおかつ車体を前にシュッて蹴り出してあげて、ようやくモーターアシストでブーンって動き出すという風なね、ものになってます。まあ裏コマンドでね設定変えれたりするモデルもあるみたいなんですけど、これはもう元からね、押せば走る、離せば止まるっていう風なものになってるのと、あと同じ速度をね継続するとオートクルーズモードになるので、それも結構いいですね。まあ、例えば5キロまで加速してずーっと5キロ維持したら離してもずーっと5キロままになります。はい、もう一回ねブレーキ握るとか、もう一回ねアクセル操作するとかすると解除されますけど、そのオートクルーズ機能意外と便利かなと思いますね。あとは折りたたみが結構楽。うん、だいたい安いモデルってこれなんですよ。マウンテンバイクとか自転車とか、安いねそれこそあの行動とか無理な、おもちゃみたいな電動キックボードにありがちなこのねネジタイプで全部折りたたみ自転車、昔の折りたたみ自転車と同じような感じで折りたたむんですけど、これこんな感じでね簡単に倒せますしね。うん、もうほんとワンタッチで、なおかつ信頼性のある、カチッと。これだけなんで。で、これが取れないように、二重でこう、ロックするものもついてるんでね。これで勝手に倒れる心配もないですし。まあ、前もね、これをカチッと上げてあげて、クイッて引っ張ればこう倒れるというものになってますんでね。こんなもんです。はい、楽ちんですよね非常にね。まあ、一つ難点挙げるとすれば本当にね重さが22キロっていうのが唯一ネックかなと思います。ちょっとねよいしょって車のキャリアに乗せようとかトラックの助手席に乗せようとかなると、まあ、灯油のポリタンク1本分、ね、22キロ、灯油のポリタンク1本よりもちょっと重い、灯油のポリタンク1本と、大湯お茶1本とか、2リッターのね、ウーロン茶1本とか、まあ、2リッターペットボトルプラス灯油のポリタンク1本分の重さがあるので、それをちょっとね、持ちやすい形状じゃなくて、ちょっと歪な形状のやつに、その重量が持ち上げれるかっていうと、ちょっとね、体力に自信ない人は、無理なのかなと思います。あとまあちょっと体勢とかね、足場とか安定してるとこじゃないと厳しいかなと思います。うん。そこだけかな、でも唯一。でもそれは走行の安定性とか耐久性と釣り合うね、あれやからね。軽くしてしまえば逆に乗り物として頼りないものになってしまうので、携帯性を重視してる方はね、安い方のモデルの、軽い方のモデルを買われたらいいと思います。そっちはね、前輪駆動ですね。うん。何やったかな?リッチ。何やったかな?忘れました。リッチなんとかってやつやったと思います。コスウィルミライTと、こっちが17
7万ぐらいのタイプですね。もう1個の方が、6万いくらの方ですけども、そっちは本当に軽いんでね、前輪にモーターがついてて、後ろは普通に引きずるだけの駆動がないタイプになるんでね、結構いいなと思います。そっちはまあ蹴り出しスタートですけどね。まあそんな感じで。まあ、あとね、もう一ついいなと思ったのは、これね、例えば、充電どうすんねんって話なんですよ。家で充電する場合やと、まあ、家のね、庭先とか玄関先とか、まあ、部屋に入れて充電してもいいと思うんですけど、例えば出先でね、まあ、インターネットカフェ、まあ、飲食店、小売店、車屋さん、まあ、ホテル、まあ、いろんなとこにね、目的地に行くと思うんですけど、そこで、ね、充電したいなってなった場合、外のコンセント使わせてくれちょっとやらしいじゃないですか。店の持ち物でもないのに、なんか自動販売機の横のコンセント使わせてもらうとかね、なんか玄関先のなんかコンセント使わせてもらうとかね、ちょっとやらしいじゃないですか。でも、ここがね、本来の充電ポートなんですけど、これね、こうパカって充電の時は中のバッテリーが取れるんですよ。で、それも、モバイルバッテリーというか緊急用ポータブル電源みたいな感じで USB の電源取れてたりするんで、まあこの、なんていうのかな、このシーモビリティ自体を使わなくなったとしてもバッテリーもね役目をちゃんと果たすし、バッテリーが外せることによってね、ホテルの個室とか、まあコンセントのあるね自分のスペースに持って行って充電できるので、まあ出先でもね店先で外でね充電させてもらわなくていいっていうのが非常にいいかなと思います。だからホテルに宿泊すれば、まあそのバッテリーだけね部屋に持って入ればいいだけなんでね。うん。あとまあ安いタイプだとバッテリー外せないんですけど、これはバッテリー外せるんで大容量のね、標準やと30キロから45キロ航続距離目安のバッテリーですけど、80キロから90キロ航続距離目安の大容量バッテリーに変更することもできる。変更っていうかまあこれがついてくるんで買い足しになるんですけど、まあ2個ね所有して、さらにねまあ安心感というか、まあもっとね、充電しなくても走れるように、する備えることもできるっていう風な感じでね、その場合このバッテリーもったいないやないかって言うんですけど、こっちはね USB 電源取って、まあ、モバイルバッテリーなりね、手元の扇風機なり何かしらね加湿器とか使っていただけるという風なところがいいかなと思います。あとまあキャリアですけど、このキャリアだったらこんなもんどうすんねやって感じなんですけど、このキャリアね、意外とこのキャリアがないとここにナンバーがつくんですね。ちょっとなんか頼りないチャッチー感じなんですよ。まあこのキャリアをつけたんでこのナンバーステイね外しちゃってもいいんですけど、一応、両方残してあるんですが、まあこれは取れるんでね、取っても取った方が見た目いいかもしれないですけど、このキャリアがあることによってね、ナンバーの取り付け位置とかこのテールランプ、ブレーキランプ周りがねしっかり、なんか収まりよくつくっていうのが結構ね、なんかちょっと高級感増すというかね、そこら辺がいいかなと思ってます。うん。あとはこのウインカー関係折れないようにねスプリングになってるのがいいですね。はい。車とかタクシーとか積んだ時にどうしてもねこういうのが折れちゃったりとかすると問題ね、ちょっと困るんでね、このスプリングで曲がるようになってるっていうのが、まあこけたりしてもね割れることがないだろうし、そこは結構いいかなと思いますね。まあこのキャリア自体ね、何が乗るんやって、こんなちっちゃなどうするんやって感じなんですけど、まあちょっとした100均のカゴ、まあトラックの人で言うとお風呂セットとかね、ああいうねカゴが乗るぐらいかなと思うんで、まあこの椅子自体もね、今椅子をつけてる状態ですけど、椅子がない状態って考えればもうちょっとね違うものも乗れるのかもしれないですね。あ、ロックかかってた。よいしょ。こんな感じにすれば前の方は何もないんでね。うん、何が乗るかな。2リッターのペットボトルが2本は乗る、立ててぐらいのスペースなんでね。じゃあ物としてはね、何を乗せるんやって感じなんですけど、非常に結構ここをよいしょって持って掴んだりすることもできるしね。まあ早速の用途は考えてないんですけど、一応ねつけてよかったかなと思ってます。
あれですね、あのキャリングケース、これを運ぶのに入れるバッグとかはね、そこにくくりつけといてもいいかもしれないですね。はい、そんな感じでしょうか。ちょっと乗ってるとこも撮ろうかなと思います。はい、6キロモードです、これがね、歩道モードです。で次に、シャドウモード、これシャドウモードに切り替えるのが、止まってすぐはねメーターが3とか2とか1とかね、ちょっと止まってるのにメーターが0に戻ってなくてね、操作できないことがあるの で、まあ、結構ねこう完全に止まってからちょっとね1秒か2秒待ってからじゃないと歩道モード、シャドウモードが切り替えれないのがね、そこはちょっと難点なんですけど、まあ、一応ね新しい法規制に対応するためにね、まあそのシャドウ、あの完全にモードが切り替わってから歩道に進入させないとっていうね、多分そこを担保するための、あえてのマージンやと思います。はい。最初ちょっとね、戸惑うかもしれないですけどね。はい。じゃあ次ね、シャドウモードでいきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。はい、そんな感じでですね、こちらのモード切り替えの方なんですけれども、これでね1、2って止まってる時はいいんですけど、いざね、こう走ってる時ですね、こうわずかな時でもこうね1とか出るので、この時は M を押してもモードが切り替わらない、0になってからしか切り替わらないと。ここはちょっとね、さっさっとね、走りながら切り替えたいなって思ってた人は、ちょっと残念かと思いますけど、まあ、法律にね、のっとった、規制やと思います。はい。まあ、あとよく言えばね、ここミラーが取り付けれるので、まあ、これのね、上級モデルというか、原付免許が必要な、モデルだと、ここにミラーがつくんでね、ミラーが欲しいなと思う方はつけてもいいかなと思います。まあ、自分の腕しか映らないと思いますけどね、こう、ここら辺やとね。本当はね、このバーエンドのところにミラーがついてるモデルとかもあったりしますけど、立って乗ってるとね、ここはもう見えないので、よっぽどこう前に倒さないとね。まあ、これはまあ、一つね、こう乗り方の
体制的にねミラーをつける場所っていうのは一つ課題かと思いますけど、あるならねめちゃめちゃロングのフレキシブルミラーをこうグワーンとねつけたら、まあ僕はちょっと便利かななんて思ってるんですけど、あんまりね探してるんですけど売ってなかったですね。はい、まあまあ言うてねそんな速度出る乗り物じゃないんでね、ミラーあった方がいいやろうと思ってたんですけど、まあ意外となくても全然ね、ああこれ絶対ミラーあった方がいいわっていう場面にはねなかなか出くわしてないんで、まあないならないでもいいかなと思うんですけどね。はい、そんな感じかな。はい、そんなわけでですね、コスエルミラーイティライトね届きましたということでね、黒と白はむちゃくちゃ在庫あるって言ったかな、10台以上あるって言ったかな。で、緑か水色はもう2台ずつぐらいしかなくて、とりあえず在庫がそんだけって言ってましたね。まあ、いずれ入ってくるんでしょうけど、まあ、現状、今はそんだけって言ってましたね。まあ、また新しく増えてるかもしれないです。あと赤色もあるのかな。はい、そんな感じですね。結構 YouTube 見てるとね、推しモビリティ、TKG、特定小型原付、いろんなね、動画とか、いろんな商品紹介されてる、のね、いっぱいありますんでね。ぜひいろいろ見て検討していただければと思います。で、今回ね、僕がこれ買ったよっていうことでね、一つの候補としてね、検討していただければと思います。はい。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、まあ、まだ、いろいろね、お伝えできてないところもあるかもしれないですけど、もっともっとね、詳しく、説明されてるショップさんとか、いろんなね、チャンネルあるんでね、いろいろ見比べてね、選んでほしいですし、まあ、本当にね、コナンバンギさんでね、試乗車もありますんでね、まあ、乗れば、わかると思います。乗ってね、楽しんでいただきたい。それこそね、コナンバンギさんやとね、山谷倉庫とか、竜王のね、ダイハツのあそこなんで、普通に工業団地にね、トラック止めて、試乗動画も上げてはりますけどね、あそこ乗れるし、あとね、港南パーキングエリアとか、三雲ドライブインとかまでね、持って行ってあげるよとかね、いろいろ相談も乗ってくれたので、あとね、結構、受け取りもね、夜中ですけど対応していただけたんで、本当にね、もし、運転手で、長距離でね、まあ、お出かけのともに欲しいなっていう方はね、ぜひ、コナンバンキンさんおすすめですんでね、よろしくお願いします。はい。そんな感じでね、またこれをね、使った動画とか、撮っていくかもしれないんでね、もし興味あれば、高評価、チャンネル登録、コメント等いただければと思います。じゃあ今日はまあ、ざっとしてましたけど、こんな感じで終わりたいと思います。じゃあねー。